はい、こんにちは。えー、しんてっちゃんの今日も新しい、つもご視聴ありがとうございます。ちょっとね、寝起きで寝癖ついてるんですけどね。でね、ちょっとね、あの、YouTube のね、僕今日アップしたやつに、えー、タイトルなんだっけな。うさちゃん50万ありがとうみたいなね。あの、うさちゃん50万ありがとうっていうね、あの、動画をアップしました。で、その中でね、あの、S さんとね、 えー、中村梅之助のことをちょっと喋ってるんですよ。でそれに対してねあ,のあるリスナーさんがね何だっけな人が苦しんでる時に言いいいい、えー、いいっていいことと悪いことがありますというふうに書いてました。私はアンチと思われてるんでしょうねアンチではありませんって,っていうふうに書いてました。でねあの結論ね僕はアンチとは思ってません。で思ってないし あのね、なんで僕はああいうコメントしたかって分かりますわかんないでしょうね。あの、あえてしたんですよ。で、必ずね、ああいうことをしゃべると、えー、必ずね、まあ、ブロックしてる人以外はね、あるいはブロックしてる人が違うアカウントを作って、コメントを絶対何かするだろうっていうことで、あれ、喋ってるんですよね。で確かにね、喋ってる内容はねあの、あんまりいい内容ではありません。 うん、い内容ではないんだけど、あのー、僕はね、あのね、やられたらやり,やり返すみたいな気持ちはあんまりないんですけど、苦しんでるときに、苦しんでるときに、えー、言っていいことと悪いことはありますよね。それは僕も分かってますよ。もちろん分かってる。だから、 あのーあのー、人が困ってる時にやってはいけないこととや,やっていいことがあるっていうこともありますよね。あのー、そのリスナーさんの名前今もう削除してるんで見てる人は見てると思うんですけどそのリスナーさんねゴリラのライブ配信行ったことありますよね見たことありますよねあれを正常だと思いますか あのライブ配信中に言っていいことと悪いことがありますよとか、もっと落ち着いてくださいとか、そういうこと言いました言ってないでしょつまりね、あのー、あの、コメントで僕には言えるんでしょでもゴリラには言えないんでしょ怖いから。だからね、特にあの男性同士とか女性同士になってくるとね、仲間外れになるのが怖いとかね、 まあそんな考え方持つ人結構いるんですよ。でもともとね、このコメントいただいたリスナーさんって、僕ね、どっちか言いうと、向こう寄りの人かなと思ってたの、正直。うん。だから、それはそれでと思ってたんだけど、言ってることはまともなんだけど、あの、片一方に言っていいことと悪いことありますって言いながら、あのー、ゴリラが言ってることがまともだと、彼に思ってるんだったら、もうダメでしょうね。 だから、あの、あっち、こっちには言えるけど、あっちには言えないみたいなね。気持ちが分からんではないけど、やっぱそこら辺をね、分かっとかないと、あの、そもそものね、いきさつを、ゴリラが歪んだ、あの、こ報告をしてるために、これ起こってるんですよ。でね、あえてね、それをあんまりやるとね、あの、他の人に飛び火して、他の人に迷惑かけるから、僕はあえて言わないけど、 あのね、そもそもね僕がね日常うやってることとゴリラがやってきたこと特にこの数ヶ月間やってきたこととか1年ぐらい前から裏でこそこそやってきたことそれがどっちが正しいかってねおそらくね10人中ねまあ僕のアンチ以外はあの向こうゴリラがおかしいと変だとやばいぞと思うと思いますよ。でね、結局ねあのー 何ゴリラは北海道のヒグマに洗脳され、えー、ゴリラは、えー、誰だっ,っけ、えー、梅之助とかの誰、えー、っと井の豚を傘下に押さえみたらねでそこにウサギがひょこひょこっと出てきてあの木がひょう変したみたいにねだからね 今回のいろいろ見ててね、表現したのはね、ゴリラでしょ。ゴリラ表現っていうかね、僕、一年ぐらい前から実は情報聞いてたの、いろいろね。だけども、相手言わなかった。別に害なかったし。うん。表現、ゴリラが表現でしょ。あとね、それに伴って、梅之助と井の豚はね、これ弱いからね、心が弱いからね、仲間を持ちたがるんですよ。で、リアルの友達がいないから、あ、あ、思い出した思い出した。 あのね、えー、中村梅之助ね、おにぎり100個、唐揚げ5キロ。これゴリラだからね。<laughs> 言っとくけど、これでゴリラがやってたんだよ。だから、ゴリラは梅之助を相当馬鹿にしてんですよ。馬 <laughs> 鹿にしてんだけど、梅之助はちょっと足りないから、ゴリちゃんゴリちゃんって寄っていくの。惨めでしょ <laughs> もうね全体が分かってるから、ちょっとね、あの滑稽です。僕は面白い、見てて。うん、だから、ちょっとね、人間より落ちるゴリラに、えー、ちょっと足りない人たちが寄っていくみたいな。うさぎはね、あのもうね、あのー、ちょっとダメになっちゃったね。ちょっと、うさぎはあれだね、うさぎも農天から注射った方がいいね。<laughs> あの、ヒグマはもうダメよ。ヒグマはもともとね、ヒグマはもともと僕のアンチって知ってたから。ヒグマはアンチなんだけど、ゴリラに言われていろいろやってただけの話で、このね、あの、ヒグマはね、もともと僕のアンチだったら知ってたそれも。それももう情報も大前から入ってたの。だから、このね、今回コメントをいただいた方、だから、あの、確かに言ってはいけないことがあります。やってはいけないこともあります。僕は甘んじてそれは受けます。 ただ、僕に言うようにゴリラにも言う勇気がありますかあったらすごいけど、なかったらコメントしちゃダメです。言える人言えない人が分かれるんだったらコメントしちゃダメ。うん、もっと強い人間にならないと、うん。あのね、僕はね、アンチだと思ってないけど、ちょっとね、カチンとした、正直。だって、 だって、あの何、何ひどいゴリラに何も用意言わずに、コメントに言っていいことと悪いことありますって。岡戸時代もいい加減にしろって思ったよ。心の中でね。あのね、だから、僕はね、言われる、あ、いいこと言うなと思ったよ。あの、普通はね、これは言っちゃいけないよっていうのが普通だろうなと思ったの。だけど、ほとんどの人が、多分、相手も言うんだから、あれじゃないかなと思った人がいるからコメント書かなかったとか、ま、あいろいろね、 僕のリスナーさん賢いからね、変に書いて、あの、ゴリラに目つけられたら野生の動物だから怖いでしょ。だから書かない人多いのよ。だから書く人っていうのはね、僕のところで書く人はどっちかというとね、ゴリラサイトの、ゴリラサイドの、えー、リスナーが、に半分見てほしいと思ってるのね。で、そういう人が2、3人いるの。で、そういう人っていうのはね、アンチじゃないけどね、ちょっと僕は信用できない。はっきり言って。 だって、わざわざコメントに書いてね、でああのーあのー、相手にもみ見てもらって、要はね、以前、風見取りの人いたけど、一緒なのよ、こっちにいい顔、あっちにいい顔してね、結局ね、なんな何が言いたいのみたいなとかあってね、だから、確かにね、僕のあの動画っていうのはね、やっぱり注意されるべきことではある、うん、それは認める、それはもう最初から分かってた。うん 分かってたけど、こっちに行って向こうには言わないのかなって言って見てたのね。だから、そしたらやっぱりある人が、僕んとこには書いてきて向こうには書かないというね。やっぱね、それはね、ちょっと違うと思うよ。うん。まあ、怖いのは分かるけど、やっぱね、あのー、誰であろうとね、行ってはいいことと悪いこと、やってはやっていいことと悪いことってあるんですよ。だから、あ、この人には注意しよう。でも、こっちには言えない。それは違うと思うよ。 うん、ということです。<laughs>